笛の調子がおかしい。だるね、やっぱりおかしいね。ワイド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 、はい、なんで、イタレとか。いや、違いますよ。ホイティさんの子供の学園祭があって笛の調子がおかしいんですよ。あや、だだだかしてみた。あ、うんだ、吹いてみようやど。あやっす、あや。あ、わかった。どうぞ、ドキドキよ。せーの、ドーレ。なに今の。みんなと、ね、ハゲちゃべん、替えのパンツ。フリムーンラジオ。はい、あいまい記念撮影終わった発信はいはい、始まりましたよ、水曜日、うん、今日は熱中症気味やんばよ。またな、熱中症と暑さにや、ま、だからあの、うん、いっちゃんから来てちょっとメールが来てから、うん、火曜日水曜日採用しなくてごめんなさいって来てたわけさワンのメール読んだら怒られてるっていつも上からだから採用しませんって来てました。愛妻凛太郎ウルマヒンMC もお見合い便イエイデイジローや。でもまだまだそういうメールを送ると思います、うん、いっちゃん気をつけてね、うん、大丈夫です、はい。え、何が大丈夫なの、うん、いや中撃やさや、はい、はいはい、じゃあ今日任せますとか、次はバイ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 、はいはい、なんでいいじゃん喋ったってはいはい、最近ちょっとラジオ聞けてません、ホワイティーに石原です。はい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 、はい、二人のボケにさ、ツッコミしてさ、うん、何言うか忘れてたからもういい。ミキさんのエコザイルです。はい。あ、何、年を人のせいにしちゃいけないよ。いい年じゃないよ。サビや。年を人のせいにしちゃいけない。今日ゲストにまた若いの来てるや、うん。そうよ。ビンビンしてる、ビンビン。はいはい、うん。明日からビンビン。プルプルして。ね、うん、じゃあ、うん、モーニング息子。あ、はい。どうぞ、はい、陽気無邪気、漢字ジャック社のセントと申します。よろしくお願いします。イエーイ、はい、色男、うん、ありがとうございます。はいはいはい否定しない怖い、否定しない、行こうかなと、それで、あ、はい、なんかすごいね攻めてくるわね、意外と。はい、隣、はい、隣は隣、はい、うん、はい、はい、FM ギノワンのメグです。はいはいはい、はい、毎週水曜日だった。そうですね、はい、毎週水曜日。終わった後の週よね。はい、うん、そうです、毎週水曜日夕方5時から5時から、うん、はい、放送終わったら伊藤家別社ずっと9時まで9時まで、うん、で、あの今日はね、はい、あのイケペはまた女子高生あさりに行ったんでお休みです。あれ、このチカチ見られるの、うん、ね、で、うん、あの骨折さんも相変わらず、うん、また今日もストーカーが忙しいって連絡ありました。この二人新聞乗るから見とけよ、ね、はい、以上です、逮捕、はい、はいはいふふふんって、はい、じゃあ今日のメニュー、メニューは、はい、オープニングはお送りいただいたメッセージというわけで、今夜のメッセージは慰霊の日年に一度の、年に一度の真面目な日です。はい、だから真面目やこと何得していいかわからんばよ。でもいくらでもあるんじゃないの。だからや、普通にもうこれはあれして、うん、あれして、うん、これしてうん、あれしてこれしてあれしてね、メグのチビよ、はいはい、16分頃から、あ、そういえばエコさん、ハイバル姉さんは、ハイバル姉さん、うん、まあ、うん、また若い子あさりに行って、あー、どこの国に行ったのかな、今回は。最近見らしい、うん、なんかカンボジア、うん、カンボジア発掘しにすごいね、だいぶ足伸ばしてるね、はいはい、というわけで、ですね、もうゲストの迎え店ひとときはもうずっとです、今日は。そして、うん、40分頃からは名古屋支部からの中継となっています。なお、メールアドレスは moon@fmgino1.com、 moon@fmgino1.com、
またこの番組はユーストリームで映像と音声をネット配信しています。 FM ギノワンのホームページから見ることができますので、そちらもお楽しみください。あとツイッターも連動しているので、たくさんのツイートも待ってます。この番組は中川名木流海企画東友のキラキラグループ創業67年中村製菓民謡居酒屋やっても俺南栄開発株式会社、そして新しいスポンサーさんがトリプル8、はいはい、と、池原農園、はいはいはい、イエーイというわけでありがとうございます。そしてフリムーンファミリーの提供でお送りします。以上です。あとはもみこさんお願い。はいはい、さやまる放送もやってます。リスンラジオで FM ギノワン選んで聞いてください。パソコンでお聞きの方は FM ギノワンホームページにも再生ボタンがあります。完全に同じ放送をお楽しみいただけます。ところがどっこい、スマホでお聞きの場合は無料アプリリスンラジオで聞いてください。全国ラジオ局から九州沖縄をクリニック FM ギノワンを選曲してくださいね。はい、はい、以上。はい、それでは一旦 CM です。足上手っす。本当だね、うん、ところがどこい。月が頭にみんたま、それが私の癖になり、毎週水曜夜9時のフリムーンラジオに夢中です。フリムーンラジオ、フリムーンラジオ。はいはい、今日のゲストはさ、はい、どうしようかね、もう自分で自己紹介した方がいいね。はい、番組もばね、はい、うん、自分の番組、はい、はい、毎週水曜日、5時から6時ですね、うん、私たちサザンブリーズで、はい、メグさんと僕セイントで、はい、漢字が読めなかったりパラダイスしておりますのでパラダイスしております、はい、最近は本当にもう声かけられるんですよすごいスター、すごいすごいスター、ラジオ出てましたよねって言われて、はい、ああ、そう、もう顔さしてる、そうなんですよ、すごい、すごい、すごいよ。あ、だから自分の働き、バイト先マイク宣伝して宣伝しとかないと恋人募集中だろ、早く。あ、そうなの。そうですね、恋人募集中なんですよ彼女募集、もうずっといなくて寂しいんですよ、本当にもうマジで、はい、マジでモテそうだけどね。ねえ、こ、うん、だわりが強すぎるんじゃないですか。あ、ね、パンキだっけパンキ、ややこりパンキとんどやもう本当にもうこだわり、はい、昼はなんかキングタコスにいるみたいよ長田の長田のね、そうですね、長田のキングタコスの方にいますので、ね、ぜひぜひ、うん、はい、大丈夫です、明日とかし放題大丈夫です、神対応しますので、うん、はい、あ、そうなんだだからね、うん、わ、メグよ、メグ、うん、結婚するって分からん、さっき話したさ、うん、そうですよ、ふたり、ひとつまです。だっくりひとつまよ。ショック受けてますね。意外だったよ。ショック受けてますね。ショック受けてた。そう、言ったはず。もみちょっとショック受けてた。言ったはず。ひとつま、あら、ショック受けたんじゃ、ひとつまったらなんか、あれ、いやらしいイメージがある。自分でひとつまですって言うから。もみ、普段何見てるわけ、あんた。メグのチビを。やめて。やっぱり。今日もお尻映してね。もうフェイスブックに載せたらか、あの興味のある方見てくださいね、うん、びっくりするはずよメグはストーカーダメだよ、ダメですよ、お父さんいるって、父ちゃんいるってよ、うん、でこれラジオやるきっかけっていうのは、うんうんうん、セントは
どんな人知り合ったっけ。そうですね、自分もう自己アピール、はい、もう自己アピールしました。どんなやりたいですって、もう Facebook で声かけて、うん、そっからですよね。はい、あ、FM ギノワンにメール送ってくれて、はい、あ、本当にな、そう、はい、そうなんです。やりたい、やらせてください、自分タレント活動してるんで、どっかで出させてくださいっていうことで、はい、一番初めゲストに来てもらったんですよ、うん、サザンブリーズに。そうです、そうです、うん、はい、面白い子だなと思って毎週来れる。はい、そうですね、本当もう嬉しくて、それがおかしいわけよ。だからあの、うん、自分等の人で漢字読めねえさ。そう、全然漢字読めないんですよそうだ、うん、あれ引いた締め湧くわけさ、引いた締めっていうか、もう顔は違うけど頭の中は同じやつさ矢野助べこんな感じだから、ね、うん、でサザン、あ、サザンプリーズで呼ばれて最初ゲストで、はい、でその後から自分でメールを送ったわけ。そう、メール出たいなって、出たいなっていうことでメール送って、はい、始め、ね、1回だけのゲストのつもりが、そっからもうレギュラーになっちゃった。ああ、すごい、もう嬉しいことに、で声かけられるようになったんでしょ、うん、はい、番組宣伝しないと、もういっぱいもうアピールしていって、自分は、はい、で自分の番組終わったら、はい、小島ではいいとかんと、こっちに帰るのよ、わったが終わるまでいいとかんと、小島ではない、10時まで帰れる、10時まで帰れる、なんだったらそのまま連れてかれるよ、メイ君ももう、まあ、メイ君弁当持ちしてから父ちゃんも連れてくればいいさ、こっち一緒に、うん、やんばよ、いるわけここに、はい、メイ君はところどこの出身だった。大阪です。あ、大阪、大阪出身で、まだ1年ですね、こっち来て。こっち来て1年。あ、すごい、大阪アビーシナいね。ん、大阪アビーって分かるか、分かんない。ん、どういう意味、大阪アビーシナいってどういう意味、うん、大阪弁。あ、大阪弁、大阪弁とか、あの、鉛がないさ、あ、でも、サザンブリーズ、大阪弁ですよ。あ、マスク、うん、聞いて、そうでしたっけ、ね、よく出るって。そうですか、うん、言われます。田辺幸姫はもうバリバリさ、バリバリですね、京都弁。うん、こっちはまた香川弁喋るよ。香川弁だいぶ忘れてるよ。香川弁は県が多いね。県、県、県、うん、うん、あ、じゃけん、うん、何々じゃけんとか、うん、あの、だるい県とか、だるい県、うん、今日もしんどい県とか、あ、県県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 、あの、沖縄がさ、さばっかり言うのと一緒だよ。あー、やっさや、うん、あ、ほらもうそれだよ、だいめいぐまや、せっかくこっち来てるんだったら、うちな口覚えていかんと、うん、うん、だいぶ分かるようになりました。でも、うん、わがもっと教える、うん、すごいの教える、いっぱいそう、ニタニタ笑ってるあ、でもメイグのご主人は大阪です。あ、うん、そうそう、二人とも大阪です。だからこっちあるって言ってる、うん、だからこっち あれなんだよな、ね、もう父ちゃんの仕事の、うん、そう、仕事で転勤できたのね、来てからも、それでラジオってすごいだけど、また転勤があるさや、また天気あるの？じゃあもうあるわけよ絶対。うん、どうなんだ。だからこの時はもうあるさ、メイゴはもうこっちにいとく。あ、そうじゃん。単身赴任。水曜日だけこっち帰ってきた。水曜日すごいスラスラだった。うん、名古屋のダンサーズみたいにすごい日帰りでいさ。うん、なんでよ。すごいですね。さん。あれなんかすごい、今日あの島唐辛子取ったあるからこれ送るかって、うん、いいじゃあモーミさんごめん取りに来るさって、そう来るよ。名古屋から帰るまで、すごい、びっくりする。でもD、はい、うん、次 D、 D ってわかる、わかんない、ドゥー、わかる、嘘さって感じです、何ですか、ドゥーって、よくしようさ、よくしよう、よくしようって言うんですか、よくしよう、ドゥーとか、わからん、わからない、時代ですかね、ギノワンチュか、ギノワン出身、ギノワンですよ自分、そうなんじゃないの、だって時代かや、ドゥーとか今使わん、言わないですよ、 D とか、わったら D やったんばって、自分なんかは、ミヤコはティナーシとかティススとか、あ、ティナーシ、全然わかんない、ティースッスって感じだ、ティースッス、あっち日本人じゃないのに、うん、わがまやな、犬食べる、犬、本当に可愛いじゃない、美味しそう、わたひじゃ可愛いじゃん、美味しそうと同じように、うん、あ、犬、うん、あ、大丈夫、あの、都は鹿を見ても美味しいって言うから、赤毛だったら何でも食べるよ、エコエコですね、はいはい、そろそろメール行く、あ、待ってよ、一旦じゃあ、うん、もう大丈夫、もう一回宣伝、うん、宣伝したら、もう一回、そうだ、宣伝後にちょっと CM 行きますんで、はい、はいはい、毎週水曜夕方5時から6時の番組サザンブリーズで
メグとセイントで、はい、宜野湾のあれこれだとかセイントくんが調べた調査団だったりとか、はい、セイントのおまじないなんかのコーナーをやりつつ楽しく放送してますので、はい、ぜひ聞いてください。はい、はい、ハイタイ、ビューティーのテルキナタケミです。私はフラーソング、フラートークが大好き。ハゲチャビンも大好き。そんなフリムーンラジオを応援します。ハイタイ、ビューティーの日賀さとしです。友人のブラックヒガラさんに代わります。わあ、俺はブラックトークのフリムーンラジオにハマってるぜ。やめつきになるぜ。聞いてるか、おいイケベ。そんなフリムーンラジオを応援するぜ。はいはいはい、今今今ちょっと年の話、うん、年の話で盛り上がったね。え、一旦美咲、お嫁さんできるんじゃないか。何が、もみごめん、ちゃんとマイクに喋って、うんうん、あそんなに内緒にする話でもないけどね。あら長女よ、お嫁さんに、うん、あお嫁さんにもらしてもいいんじゃないか。だからセイント君は息子みたいなもんだっていう話をしてたね。そうです、うん、はいはいはい。じゃあメール、ね、メール行きましょうかね。メール、うん、ワンから行こう。ああ、じゃあモミから行きたいの、うん、行きたいの、読むんだ、行きたいの、見たま見てごらん、うん、目開くよや、早く読め。はいはい、ちょんどはい、いずみさんの特急サザンです。はい、はい、ありがとうございます。慰霊の日に合わせて母親は明日から日曜日まで沖縄に帰ります、うん、母親の親類が戦争で亡くなったので墓参りに行くそうです、うん、母親は慰霊の日の式には行きませんが、親類と自分の両親の墓参りには行くそうです。墓参り墓参りって、うん、あ、そうね、うん、やっぱり慰霊の日だったら寂しいや。サザンさん普通から寂しいけど、もっと寂しくなってますさ。やめてあげて、もいい、普段からってやめてあげて、普段から普通だよ。普通です。で、あの一回聞きたいの、サザンさんの母ちゃんの旧姓は何かな、うん、もしよかったら教えてね。本当ね、うん、ローマ字でいいから、うん、タバとかだったよ、タバ、で、最近寂しいのがさ、うん、あの平和記念資料館だった、うん、あれ、県内の学校は無料にしてるのにさ、うん、だんだん観客が落ちてるってニュースが最近出てたわけ、うん、ショック、あ、そうだ、観光客ばっかりって、客はちゃんと上がってるんだけど順調に、うん、で、県内の学校は無料にしてるにかかわらず、うん、あの落ちてきてるって見学数が、うん、だから何のための平和学習かなって。うーん、これ学校の先生、学校が悪い、積極的に言えば悪いけど、アリさんにならんばだから、うん、本当はさ、へえ、そうなんだ、そう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 、これこの日を忘れたらもうだ、沖縄県民はダメだなと思ってるよ、先に。あ、あれ、これが記事が出てちょっとショックだった。沖縄は、うん、あの慰霊の日ってちゃんとした日があるけど、これ休日になってるけど、内地のあれはどんな、メグ、いや、もう去年この6月に慰霊の日って聞いたのが実は初めてで、慰霊の日って何っていう感じだったんですよ。ノイズは全然浸透してなくって、でこっち来て勉強しました。学校とか休みになるんですよね。そうですね、お仕事も休みの人もいる。今どうかね、昔休みでしたね。昔は、うん、あの職場も休みだったけど、最近は飽きてるのが多いわけさ、内地企業の進出とかで、そう学校は休みだよ。学校は休みですか。昔は本当の職場もさ、休み、うん、
結構休んでる業者も多かったんだけど、最近はあまり関係なくなってきてる。もう内地企業とかは全くは関係ないし、関係ないし、だから沖縄の企業も結局開けざるを得なくなってるけど、そうね、やっぱりね、そういう取引とかあるから。メグ修学旅行、どこだった？修学旅行長崎でした。長崎、福岡、はい、あ、ね、中学校の時？最近からでは沖縄来るのはみんな来るんじゃねえか。うーん、大阪から沖縄はあんまり行かないんですよ、実は。あ、そうね。うん、長崎とか広島とか、で、あとは海外。あ、海外、うん、へー、はいはいはい、自分たちも中学校長崎でしたよ、うん、おお、はい、あ、長崎、はい、同じだったと。同じです。九州一周じゃ。最近でも東京行ってる、学校もいますよね。あ、そうなんだ、はい、あ、ディズニーランドとか行く。そうそうそう、長崎あんまり行ってないらしいですよ、本当に。そうなんだ、はい、自分の時は九州一周だった。一周？一周というか、うん、一日一日だと一つの県バーって移動して。え、何泊ですか？大分にも行ったさ、だいたい一週間ぐらい中国に行って。なんか修学旅行長で、そのうち鹿児島から船乗って、はい、沖縄に経由して宮古まで船で、船で1日半はもう船だよね、かかるよね、船の中。うわ、帰りは船やったんや。そうそう、帰りは船で来て、うん、あの半分以上は船用意してたけど、俺だけピンピンしてた。へぇ、やば。純ちゃんと甘いんじゃん。ば、お、純ちゃんと。え、香川はね、ね、小学校の時はね、奈良とか行ってない。奈良で、中学はね、長崎。あ、うん、あ、ちゃんぽん食べて思い出しかない。地獄谷で硫黄に酔うっていう、あの硫黄の匂いがクラクラする。自家街、うん、やばいっつって。わあ、大分行ってから自分のプーと硫黄の匂いが同じって初めて分かった。、はい、次のメール、はい、次のメール、はい、人死んじゃうよ。いつか死んじゃうから。はい、フリムーンネーム、エイミー姫です。はいはい、フリムーンのスタッフ、うん、久しぶりじゃない、ムーミーが久しぶりだけどよ。あ、うん、フリムーンのスタッフの皆さん、フリムーンスタジオの皆さん、フリムーンラジオのゲスト、めぐみさん、セイントさん、名古屋スタジオの皆さん、名古屋のたかしさん、お疲れ様です。今日もよろしくお願いいたします。はい、今日のテーマ、慰霊の日、6月16日金曜日に糸満市の平和の礎に息子とお祈りしてきました。資料館もありましたが、辛さ苦しさが私の体に入っていくので中に入ることができませんでした。息子も久しぶりに来るので、家に帰宅した途端、息子が高熱出して、翌日私が熱を。石地には母親の兄弟3名戦死で、母の姉が赤ちゃんの頃、戦争の、定か、病気して亡くなり、1名の名前が記載されてましたが、3名の名前が記載されてないことに気づきました。外国人観光客が多くいました。糸満の中学生が平和学習していましたので、沖縄 県民として安心いたしましたと。うーん、恵美姫、うん、なんかちょっと定か生まれておかる、ちょっと感じる、うん、感覚からみたいな感じでしょ。うん、高いヤンバって来るのかな。あ、なんか来る人は来るって。ああいうところに行くと当てられて、あ、そうそうそう、あの体調悪くなったりとか。あ、でも独特のなんか中入ったら雰囲気はあるよね。あるよ、あのなんかちょっと違うって感じが。あれに出る糸数号とかデージってよ。うん、うん、もう自然に涙に出る人もいるしよ。あるよ、止まらなくてよ。へぇ、こんなのがあるからもう、すごいね。大変だね、なんかでも。まあまあ、サンゴは持ってくる、サンゴは。サンゴはわかる。サンゴは、うん、牛があってからこの石葉っぱ巻いてあるからさ、うんうん、あ、マヨケ、マヨケみたいの、あれ見たことないあまりも。あ、そうね、今度作ってからあげるさ。でもお裾分けもらったらいつも乗っかってあるじゃん。うん、やさやさやさ、変なのがつかないようにって、ね、うん、あの北海道の純ちゃんも、うん、平和記念公園はどこの観光地より一番長くいたって。うーん、へー、ね、すごいね。で、銀のホタルさんが、中学の頃に慰霊の日の前にみんなで映画に見に行ったって。姫入りの塔、これも平和学習の一環して、こういうふう、自分らの時はこういうのがすごかったさね。だから小学の時は、あの姫入りのと、あの修学旅行、自分たち、あっちって崖あるんですか、姫入りって。崖っていうか崖、崖はないです、わからん。あっちは近くあるんじゃないか、近くにはあるよ、あのちょっとポンって飛ぶ、行けば。そうですよね、だからなんか取り憑かれる子が多くてから、普通にあっち歩くらしくてから、ほうほう、そうそうそう、旅行生の子たちはあれれれすごいらしいですよ、こっち。
そう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 。行ってたよ。さ自分のリスナーも行ってて、もう勝手に歩いてたって言って。うわ、怖い。なんか崖自体怖いけどね、なんか吸い込まれそうな感じがする。そばいてたらね。もう一つ。はい、もう一つメールはい。はい、行っちゃいます。うん。はい、フリムーンの皆様、リスナーの皆様、こんばんは。はい、こんばんは。今日の名古屋ゲストのたかしさんに王子の変な菌が映らないか心配な北海道のじゅんちゃんです。はい、じゅんちゃん、はい。私の母の姉夫婦が終戦を満州で迎え、その時姉の旦那さんは兵隊さんで生きてるかどうかも分からず、もう北海道に帰れないなら子供と二人で死のうと、子供に、薬物を飲ませた時旦那さんが帰ってきたそうです。慌てて薬を吐き出させ助かり北海道に帰ってきたけれど、ずっと体が弱く早くに亡くなりました。戦争は嫌ですね。争い事は嫌いです。23日は正午に手合わせます。世界中が平和でありますように。まったよーって。はい、やさ、ね、世界中が平和になりますように。うとうとう、そうですね。何、純ちゃんの姉、うん、姉の旦那、姉の旦那さんが生きてるかどうか分からなくて、もう子供と死のうと思ったって。で、薬物飲ませた時旦那さん帰ってきた。へえ。慌てて吐き出させた。純ちゃん、この前飲んだ純ちゃん。そうよ、この前飲んだ純ちゃんよ。一緒にそうよ。あ、純ちゃんいくつなのか。純ちゃん私はあまり聞けない声と思う。そうよ、そうよ。こっちの純ちゃん一つ上だけど弱いな、うん、若いと思う。若いではあるや、うん、あ、はい、うん、じゃあ、うん、連続でいこうね、うん、のんぺさんから、はい、よ、はい、はい、こんばんはって、はい、ね、うん、社名は名古屋のカレーうどんです。大盛りです。またカレーうどんがこれはあの、すごいわけよ、うん、930のでかいタッパーに2つ1つはご飯、1つはおかずになってるから、自分も10年前ぐらいまであんな食べてたけど、それが一食分だわけ、まあ、そうそう、10年前ぐらいの自分と一緒だね。あーなすね、すごいな。じゃあもう今日のテーマいこうね、うん、はい、慰霊の日ですが、うん、私の家の墓は4箇所ありますと、うん、1つは戦死墓で寺の境内のところで、日露戦争で自分の地域で一人だけだったので大きな墓を建ててもらってると。で太平洋戦争の戦死墓は小さい墓でしたって。で一つは集合墓地に江戸後期のお墓で、もう一つの集合墓地はここが先祖としか聞いてないのがあるということで、放ってたの数が37本あると。すごいね、4つも。はすごいですね、ね、うん、はいはいはい。でそののんぺさんの家の風習では花は、家の前に咲いてる花を立てると、うん、で、毎回の墓参りで花代が1万円ぐらいは使うと。あ、大変だね。はい、すごい。でも4つもあるんだもんね。4つもあるし、うん、あの後で見てくださいね。あ、ちょっともうなんかカレーわたいっぱいそうなこれ言ってね、この時間に見せられるのはほんとつらい。いや、サンドや、つらいよね。うん、あ、そう、さっきのじゅんちゃんのはじゅんちゃんのお母さんのお姉さんって。お母さんのごめんね、じゅんちゃん、ツイキャス怒ってるよ。私いくつよ、私いくつよ、わらわらって書いてるけど多分怒ってるはず。もみもみ、うぶいよりよ。はい、大丈夫さ、はい、覚えとけよって。大丈夫さ、はい、覚えとくよ、はい、はいはいはい、いっちゃっていいかしら。はい、フリムーンメンバーの皆さん、名古屋チームの皆さん、ゲストの皆さん、こんばんは。昨日までの、空、梅雨から一転、今日は朝から梅雨らしい天気の大阪から沖縄ワンチュールです。はい、ワンチュールさん、はい、うん、さて、あさっては慰霊の日ですね。もともと沖縄生まれの私なんですが、小学2年まで沖縄にいた頃は慰霊の日が何の意味かわからないまま、学校もこの日は休校、6月唯一の祝日だと思っていました。しかし大阪に引っ越した翌年、内地ではこの日が一般的な祝日ではなく沖縄県民の祝日であることが分かったのには驚きました。だが年を重ねていくうちにその意味が分かり、沖縄県民がいかに戦争という悲惨さを体験し二度と起こさない大切な日であることをつくづく感じています。戦後72年、私の両親も戦後生まれなので沖縄戦は経験がないのですが、6年前に、くすに育って旅立ったおばあが戦争のことを語っていた家族唯一の経験者でした。もしおばあが生きていたらその日墓前に手を合わせてうとうとしてたでしょうねって。やんとや、うん、逆もあるんだね。祝日と思ってたら違ってたっていう。やこと、うん、戦争あるやんばや、うん、世界中
100年に一度戦争してるさ、また起こるって言ってるよ戦争は。あと30年後でもこう今でも世界のどこかでは戦争をやってるわけだから、うん、そのための会社もあるぐらいだから、ね、なんでほらアメリカとか武器製造する機能使あるから、ね、だからなくならないんじゃないかな、本当はなくなってほしいんだけど多分なくなんじゃないかなっていう感じだね。戦争終わってから一旦はみんな反省してからもうやらない、こうなってこれだん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 風化していくわけ、なくなってくるわけよ、語るのがいなくなるさ。それが大体100年周期でしょ、100年周期また戦争起こるって言われてる、忘れるわけ、第三次起こる以下デイジローやワンワンいないと思うけどさ、あーそうだな、来年あたりか違う、一旦デイジローさんはすんま、何年生きるわけ、何日ちょんてや、はいはい、次のメール、あの、はいはい、いっぱい来てるよ、こんばんは、フリムメンバーの皆さん、ゲストのスタッフの今西さん、岸本さん、名古屋の高橋さん、リスナーの皆さん、兵庫のシーサイドメン、ミーさんです。はい、ミーさん、はい、もうすぐ6月23日、沖縄の方にとって特別な一日ですね。慰霊の日は私も兵庫県から黙祷しています。戦争の話は私の若い時大阪で働いていて上司が沖縄の人だったのでよく聞いていました。自分も資料館などで、南部観光した時拝見しました。今の幸せは戦争で亡くなった方々あってのことです。忘れてはならないです。戦争というのは沖縄県はもちろんのこと各地で空襲とか大変やったんですね。私の祖父から神戸の空襲の話を聞いたことあります。神戸の三宮のあたり、アニメ映画の蛍の墓が舞台だった場所の話です。死体ゴロゴロしてあって怖い話を聞きました。お酒飲みながらそんな話してました。戦争経験者がだんだん少なくなっていますので語り継がないといけませんね。このテーマはやはり真面目な話しかできません。皆様のご先祖様の方々に感謝します。ではまたメール出します。まったやーって、はい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 、当然なんかどこでもあったから ね、日本もやっぱり、ね、でまたちょっと連続でいきましょうね、カズニさん、鶴ヶ島の、はい、はい、フリーラジパーソナリティの皆さん、リスナーの皆さん、こんばんは、はい、こんばんは、私は去年の春から沖縄のラジオを聞き始めて慰霊の日を知りました。で沖縄旅行で姫百合平和記念資料館に行った時に当時の写真や遺留品などを見て言葉にならないくらいに戦争の悲惨さを目の当たりにしましたと。で戦争は絶対になってはならないし風化させないためにも沖縄だけではなく全国世界の人たちに慰霊の日を知ってもらいたいですと、俺はありがとうございますしか言いようないな、ね、本当だね、はい、本当これあれです、これを見てからちゃんと知ってくれた人嬉しい、嬉しいって嬉しいね、やっぱり、ね、ああ。ツイキャスもなんかあれ来てるね、コメント来てますね、週末トーミンさん、ああトーミンさん、はいはいはい、あどうぞ呼んでいい、最近戦争したい人が増えてるんですかね。国会でも国民や天皇陛下たちの慰霊の気持ちも無視する人が政治やネットで増えてる気がします。なんせ戦争知らない総理や大統領ですもんねって。一部の戦争したい人の、思惑で私や私の周りの人たちは巻き込まれたく、ないですってこと書いてる、巻き込まれたくない人たちも一度始まると迷惑を、こぶりますかな、かぶりますかな、だよね。だから ある一部の政治、政治進化で喧嘩してればいいわけよ。そう本当ね、お偉いさんたちで、武器持たんでから殴り合いすればいい、やっぱね、話したら一番いいと思う。確かに、変に武器持たんで、あんたたち、タイマー張ってって、国の、本当だよね、お偉いさんとして、これが一番いいかな。彼女を畳んかや、チョコレートしようがないなって。だからさ、今、何言ってるか分かるか分かんない。分からん。いや、後から教えて。はいはい、次のメール、はい。怖い。はいはい、フリムラジオにお集まりの皆様、名古屋の皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。東京から世田谷のコーラゼロです。よろしくお願いします。恥ずかしながら沖縄に6月に行くまで知らなかったです。やっぱり、去年、今年と平和の礎に行ってきました。親戚が戦争で亡くなっているわけではないのにあの場所に行くと涙がこぼれます。まだ行ったことのない人はぜひとも行っていただきたい。そして戦争の残酷さを少しでも分かっていただけたらと思います。沖縄の電波の平和のために最後まで放送ちばってください。はいはい、OK、 ありがとうございます。電波の平和大丈夫よ、ね
大丈夫よ。頑張ってるよ。はいはい、もうハゲチャラクスぐらい頑張ってるよ。カタカタだよ。大将がカツラハチチューンが。いいよ。カツラ持ってるさ。一応よ。じゃあちょっと名古屋中継までにメール、うん、あのあと3通一気にお願いします。はい、はい、来てるよ。ラジオネームビンゴ。はい、はい、ビンゴさん、はい、ビンゴさん、皆さんこんばんは、まずは今日のゲストのお二方、ご時代より引き続いての出演お疲れ様です。お疲れ様です。先の会議、あの主任の番組と当たっちゃって大変ですねって何だってどういうことなんだろうね。先の会議、あの主任の番組、うーん、さてこの話はこの辺で終わらせて本題、慰霊の日についてですが、この番組のリスナーにも県外の方いると思いますが、県外の方ってどのタイミングで慰霊の日のことを知るんですかねって。多分もうニュースぐらいでしょ。ニュースかこういう今ネットで、うん、が直接沖縄に来て、うん、多分じゃないかな。そう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 、多分この3つ、うん、はいはいはい、こっち来るまで知らなかった。あ、ね、あ、うん、でやっぱりその下にちょっと補足があって、あやくと前ね、総理は来るさ、総理大臣は、うん、だからそれが流れてみんな知るわけ。うん、その時に見た人だけが、あ、そうそうそう、あ、今年来るかね、分からん、あ、はい、下もうちょっと下も、あのほら在京民放、在京民放5局とも、正午前は番組の途中で6月23日でも通常営業なんですよねって。あ、いや切り替えてほしいね、この時間帯だけでも。ああ、そうだね、あの正午の時間帯ちょっとニュース無視してでも、うん、ごめんなさいって言いたいけど、うん、この10分15分ぐらいは中継し、45分ぐらいから30分ぐらいは中継してほしいな。できればね、うん、全国に、全国に、うんうんうん、したら分かるんじゃない、みんな NHK をやってるはず。 NHK 見ないもん、みんな、あみんな民放って書いてあるさや、あ、民放で、うん、そうそうそう、 NHK をやっても今の人みんな民放、民放しか見ないから、うん、民放がやってほしいって言う、うん、広島のは放送 したりしてるんじゃない。ああ、ね、多分広島長崎はやると思う、ね、ああいうところはやるはず、やる、それ以外のところが、あ、ということで、じゃあ行きましょうね、はい、隣の おばあが怖いって書いてあるけど誰かね誰誰誰誰、フリモンパーソナリティの皆さん、リスナーさん、こんばんぽ、こんばんぽ、はい、入院中でくさくさしているモアイ大好きひとみこちゃんです。はい、入院中なんだ。入院そのまた、うん、で、はいはいはい、隣のベッドのおばあが、うん、私の行動一つ一つに何癖つけてきて、超めんどくさいです。咳しただけで怒るんです。でもひひり壊して、うん、ごめん急いで呼んでいい、うん、でこのおばあだって戦争体験してるはずねって、うん、苦労してきたから若者にもっとしっかりしなさいって活入れてると思うんだけど、うんうん、そういう感じって。で、うん、戦争中は病気になっても入院したり、うん、満足に治療もできなくなるかもしれない、うん、で今の時代に生まれたことを感謝しなきゃって隣のおばあにもありがとうだねって、うん、思ってはいるから、うん、これ以上言えないと、うん、多分ね。で慰霊の日だけじゃなくていつも平和って何か沖縄県民史で考えていきたいですって、うん、ありがとうございます。本当だね、ね怒りたいけど怒れない、はい、怒れないといや待て、はい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 、じゃあしんちゃんからのギリギリで急いで、はい、フリムンラジオの素敵なパーソナルティーの皆さんチーム名古屋の皆さん、ハイサイ1週間のご無沙汰やエビン浦添のしんちゃん、はい、はっさよ、今日もあちさよ、車のエアコン効かないからお客に怒られたさデジャスまず直して、また直して、はい、今週のテーマ慰霊の日だね、うちのと、当時の辻だね、母ちゃんに聞いた話ですが、小さい頃対馬丸に乗るはずだったみたいで、その対馬丸に乗りかけた時におばあに止められて、対馬丸から降りたために命拾いしたって言ってたよって、おばあが止めなければ今の神さんと出会ってなかったさ、じゃあまたよって。あ、いやさ、これすごいね、ギリギリで、うん、こういう人聞く、結構聞くよね、聞く、あの対馬丸に行き違いで乗れなかった、うん、だけどそのために助かったっていう人は結構いる、リアルで聞くときは、リアルで、うん、自分も2人ぐらいリアルで聞いたね、うん、あれ乗らなくて逆に良かった、そうそう、ちょっと悲惨な目にあったけど生き延びられた、うん、あ、なんか、ね、あれかね、思うとこあったのかね、止める人とか、多分あったんじゃないかな、乗らなかった人っていうのは、ね、はいはい、すごいね、すごい、はい、で
内地の人たちはどう思ってるのかなとちょっと聞きながらつなぎましょう、はい、いい時間帯です、はいはい、じゃあ声かけお願いします。名古屋のみんな、はい、名古屋のスケベの皆さん呼び方よそれほどでもないですけど。あそうだこんばんは。はい、こんばんは。ダンサーズでございます。はいはいはい。そして、あの、今西めぐみさん、セイントさん、はじめまして。はじめまして。ダンサーズと言います。よろしくお願いいたします。ダンサーズさん、よろしくお願いします。よろしくお願いいたします。まあ、あの、私も、慰霊の日に関しては、テレビで、情報を知ったというふうで、まあ、知ったのもですね、今から5、6年ぐらい前なんですね。で、実はまあ、今西さんの大阪出身ということでお聞きしてたんですけども、はいはい、実は私もですね、母親の方は、まあ、大阪ではないんですけど、近畿に近い、まあ、三重県出身なんですね。はい。で、その三重県で、尾鷲市っていう、もう三重県の南部の方なんですけども、まあ、少しお話をさせていただいてるんですけど、慰霊の日が来るといつも言い出すのは、まあ私の祖母が眠っているお墓なんですね。そこには兄弟の方が、兄弟の方が眠ってられるんですけども、亡くなったのが、沖縄県。で、第二次世界大戦時に、戦死をして、どうも修理の方で亡くなったということが、お墓に記されているんですけども、いつもこの、6月23日と聞くとそれをお墓をいつも思い出していたところでございます。はい、わかりました。これ前聞いたよ、まあ、ちょっと上も聞いたことあるやつさ、うんうんうん、これね、まあ、いつもその墓を見るとですね、それを思い出しますね。平和の礎の書かれてる、はい、ん？何ですか？平和の礎には名前刻まれてるかね？あ、それにはないですね。あ、そうね。話によるともう位牌すら来なかったらしいです。ああ、そんな、そういう人もいるんだね。もう、戦死したっていう通知しか来なくて。で、ただ修理の方にいただろうというふうなんですよ。はいはいはい、はい。いただろうって、まあ確実ではないですけど、いただろうなんですね。でもそれが今、だに残ってるという、そういう思い出があります。というところでですね、はい、まあ、たまにはこんなお話もしなきゃいけないなと思いましたので、じゃあ、いつもの方に変わります。はい、皆さん、こんばんは。はい、こんばんは。めぐみさん、セイントさん、こんばんは。はじめまして。はじめまして。滑り王子でございます。はい。ですね、今、笑いましたね。滑り王子と言ってね、笑われちゃうことよくありますけども、今日はですね、名古屋も素晴らしいゲストがね、お見えになってます。はい、クリームーンのですね、新年会にもね、参加していただきました。セグウェイ大好き、たかしさんです。よろしくお願いします。こんばんは。はい、こんばんは。ご無沙汰しております。はい、久しぶり。セグタビー .com というサイトをやっております。名古屋のたかしです。今日よろしくお願いいたします。よろしくお願いします。モーミーさんね。はい。セグウェイご存知ですか？わかるよ。覚えてるよ。覚えてるよ。覚えてる。覚えてる。覚えてるって何？覚えてるって何？覚えてるじゃなくて、セグウェイって何かって聞いてます。セグウェイ。うん。セグウェイと方言わからんけど。英語。ね、セグウェイってね、名古屋弁じゃないよ。うん。何か？何がセグウェイってね、うん、名古屋弁じゃないからね、うん、ちゃんとした乗り物なんです。今ね、高橋さんにその乗り物のね、セグウェイの説明をね、していただきますんで、今思い出した、よろしくお願いします。まあ、セグウェイ乗り物なんですけれど、2つのタイヤの間に立って、ハンドルを持って、操縦するっていう、体重移動で操縦する、そういう乗り物です。ハンドルにはアクセルとかブレーキとかついてなくて、本当に搭乗者の、体重移動で動くという、そんな感じの乗り物ですね。多分、というか、見たことあるかもしれないんですけど、宜野湾の、トロピカルビーチでも、セグウェイツアーとかやってるので、ひょっとしたらご覧になったこともあるのかなというふうには思いますが、見たことありますかね。あれ、前のアメリカの大統領が乗ってるの見た、テレビで。あ、そうそうそう、うん、そういうやつですね。はい、はいはいはい。これってどこで売ってるの？どこに売ってるの？
日本では、セグウェイジャパンっていう会社が、アメリカから輸入してまして、残念ながら個人では買えないんですよ。あ、そうね。会社じゃないと買えないんです。なぜかっていうと、一般の道、公道で乗ることができないので、一般の人は買えないっていうふうになってます。あ、そうなので、うん。我々が乗ろうとすると、そういうトロピカルビーチとか、沖縄だと沖縄ワールド、あと名古屋だとセントリアとかでやっているセグウェイツアーっていうのに参加しないといけないんですね。これなんか会員に入ったら買えるのかね。個人では買えないんですね。会社のなんかで買わないといけないね。どこの会社？そうです。だから、うん、そういうところで買ったところで買った人たちがツアーをやってると。あ、で観光でみんなに乗ってもらおうっていうふうに、そういうツアーですね。これ沖縄でも、そういうことをやってます。そう、トロピカルビーチにあります。見たことある？見たことあります。へえ。絶対7月か8月ぐらいになるとお客さんが増えると、うん、出てくる。出てきます。出てくる。そう、あと必ずウェブで予約をしてから行ってくださいね。うん、ああ、はいはいはい。私もこの間乗ってきました、トロピカルビーチ。あ、そうね。ああ、乗ったっけ？楽しかったですよ。これちなみにあれタクシーにいくらするかね。うん、60分乗って5000円です、うん、ちょっと高いかなっていう感じがするんですけど、乗ってみると面白いですから、うん、このぜひ乗ってみてください。この機械自体買おうとしてる。買おうとしてる。興味は買おうとしてる。買う場合は、うん、1台100万円ぐらいです。100万。おお、結構高いですよね。高いね。高い、これ、うん、でも20キロぐらいスピード出て結構面白いですよ。歩道では乗れないからや。いや、もう自分で作るよ、どうにかして。何よ、何よ。オートバイや、相談してなんでオートバイ。無理。高橋さん、セグウェイの魅力をもっと伝えていただけませんか、うん、スタジオに。セグウェイの魅力ですか。やっぱり、普通に、歩いてるよりも視線が高いところにあって、で、さらに加速していくと、本当に自転車とかより全然違う体感になるんですよね。そこがすごく風を切って走るっていうのは面白い乗り物です。オフロードタイプなんかもあったりして山の中走っていったりとか、そんなこともできたりするんで、これは面白いですよ。あのね、スタジオの皆さんね、やっぱり王子もね、このねセグウェイの話を聞いてですね、沖縄でね、本当にね心地よい風を受けながらね、本当にこのね今の気持ちをねお伝えしたいですけどね、いきますよ。サザンブリーチ。王子、題名間違えてます。滑ってますけど大丈夫ですか？すごい滑ったよ、もう。トゥルントゥルンだよ。どうすんだよ。シンディーな。これ、うちなこっちシンディーローパーって言うんだよ。シンディーって言うんだよ。シンディーローパー。ふざけるなあのね、もうふざけるなって言われましたんで、もうそろそろ名古屋で撤退したいと思います。皆さん、ありがとうございました。はい、はい、はい、また来週。ではでは、また来週。はい、来週、ありがとうございます。サザンプリーズに行ったんや。サザンプリーズって。はい。はい、サザンプリーズにあげるよ。持ってけ、泥棒。そうだよ。持ってけ、泥棒ちゃん。今、すごい。迷惑そうな顔してるんでやめてもらいますって。さすがにドン引きだねこれは ねすごいですね大人って、うん、大人ね、すごいねえ、なんか多分向こうも喜んでるはずよこの反応は、ね、うん、おお、だからね惹かれることがもう快感になってるもん、ね、なるほど、はいはいはい、はい、名古屋のことを忘れて、うん、はい、次忘れて、なぜ忘れてって次、うん、もうメールは終わった、以上、うん、で終わったね。終わった。うん、とうとうマジハイ歌は歌ってごらん。うん、マジで歌わそう。アロサンシムチェも。そうだよ。じゃあ戦争の歌、姫百合舞台ってあるじゃない。うん、そっちの戦後に作られた歌なんだけど、うん、それを数え歌として10番まで、うん、ちょっと短く切ってあるんだけど、うん、やりますか、ね、はいはいはい、どうぞどうぞ、短くね、はい、短めで、短くで、短めでやっちゃう、はいよ、じゃあ、うん、何番か区切ろうね、うん、触らない壊らない早弾きボタンと、はい、はい、早弾きはしなくていい、音入ってる、入ってます、はい、うん、はい、一丁一丁、はい、大丈夫です、はい、
広く知られた沖縄の犠牲になった女学生、姫百合舞台の物語、物語、二筋中高を胸に抱き、鉄より敵日本の大和魂の桜花、桜花、国の共同を守らんと、細い腕にも力こぶ、姫百合マークのあで姿、あで姿、よその見る目もいじらしく、弾丸飛び散るその中で、艦砲射撃も何のその何のその、いつしか敵は上陸と聞いた時には姫百合も共に散ろうと、ひとしずく、ひとしずく、泣いても泣けず銃を取り、勝たねばならぬこの戦、岩をも通すと立ち上がる、立ち上がる、根気も意地も尽き果てて、死なばもろとも姫百合は散っておしまぬ若桜、若桜、とうとう玉砕姫百合は地下で共に泣くかしら、寂しく泣いてる夏の虫、夏の虫。はい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 、すごい、すいません、だいぶ飛ばしたね、3番ぐらい飛ばした、ね、いつの間に練習した。本当だよ、これは中学の時からできる、うん、あ、これをやりたくて三線を覚えたから、自分この歌をついでいきたいと思って、中学の時におじいが弾いてるのを聞いて、自分もなだを一回ボロをしてから、あ、おじいこれ弾いてたっけな、おじいが弾いてて、これから俺習おうと思って習い始めた。宮古口しら、お、これはこれは標準、あ、標準これ、へえ、10番まであるって、これは10番まで数えてあるけど、ごめん、ちょっと6番、うん、8番と何番か飛ばした、うん、2、3番飛ばした、時間ないから、ごめんごめん、はいはいはい、よくできました、うん、いい、上手、はいはい、ツイキャストの方も見てごらんで、うん、メールが1通、あ、あれ、急ぎで、うん、ちょっと急ぎでいいですか、フリムーンの皆さんと柿、てんてんてん、イケペイさんと、た、てんてんてん、モーミーさん、ゲストさんもこんばんは、はい、こんばんは、生放送お疲れ様です。え、ヒロキックス FM 技能は退職するのってちょっと驚きました。進撃のめいちゃんです。はい、めいちゃん、はい、はい、ではでは、慰霊の日、私の母や父は必ずというほど慰霊の日、過去当日、読めない、はい、何でしょう、マブにどれ、めいちゃんの、めいちゃんの、うん、
マブニにある、うん、記念公園に向かいます。あ、なるほど。でもちろんレンタカーを借りて、線香と花束を持って向かいます。泣いてる人がほとんどですが、あの場所はなんか心が落ち着くし良い場所でもあるので、戦争で戦死した皆さんや病気で、亡くなられた沖縄戦体験者の皆さんも安らかに寝てると思います。改めて黙祷を捧げたいですね。なんか真面目ですいません。今日も楽しく聞かせていただきますので頑張ってくださいね。池辺さんに メッセージは、これはもう割愛して、はい、来週野球観戦楽しんでね、うん、めっちゃ、はい、もうそろそろ時間ですので、うん、ね、はいはいはい、来週はもうフリーにしますか。何の終わったの、テーマ何がなんかね、見つけた、もう、あ、見つけた、うん、6月来週のテーマ、はい、スナックの日、お店だよ、うん、おすすめの飲み屋さん、あ、わかりました。6月スナックの日があるんだって、はい、じゃあもう、うん、終わりです。ごめんなさい、もう10秒、はいはい、もう行きましょう、うん、